大阪大規模接種会場での自衛隊を活用した一日1万回接種計画、これは河野大臣が菅総理に進言したものではないですか政府内で検討した結果でございます私は河野大臣が菅総理に進言したというふうに自衛隊の関係者から聞いております。 でこの情報が流されたのが4月25日の国政選挙、われわれが3連勝して、自民党、公明党、与党が3連敗しました、これと全く同じタイミングでした、当初、岸防衛大臣もまた防衛省関係者も無理だと、こういうふうに言ってたというふうに思いますけれども、全く違います。これも私は違う話を聞いております。防衛省関係者によりますと、1日80ブース、1日5分接種というフル回転で12時間連続でお医者さんが働いて、まあもちろん看護師の方もいらっしゃいますけれども、ようやく1万人。 まあ実際には面接も必要で、ですね一人平均12分とこういうふうにも言われております、5分どころか一人2分で打てると、こういう指示もですね言われているそうでございます、もちろん河野大臣、防衛大臣されてましたから、100も承知だと思いますけれども、防衛省、自衛隊、国防、災害出動など、 これ本来業務、大変しわ寄せがですね心配されてるんですね、防衛省の担当者の方、私は気の毒だというふうに思います、まあこうした中、会場の設営が民間委託されるということが分かりました、三社に随意契約で三十七億円、旅行会社二社と看護師さんの派遣会社一社、なぜ随意契約なのか、なぜ旅行会社が元請けなのか、三十四億円は高すぎないか、いかがでしょうか防衛省大臣官房衛生官、ーバ大手町合同庁舎三号館でございます。 また、大阪の会場におきましては、大阪府立国際会議場でございますが、こちらにつきましては、会場の清掃の必要性はないわけですけれども、会場の設営、また予約のためのシステム構築などが必要となったわけでございます。 こうした事前準備のため、必要な期間のほか、えー、ゴールデンウィーク中にこれらの初準備を進めなければならないとの特殊要因も考慮した結果、一般に競争入札の手続きを取った場合には、 準備に要する期間が確保できないことからえ、厚労省の通知などを踏まえまして、緊急の必要により一般競争入札に付することができない場合として、随営契約としたものでございますますあ仕方がなかったということなんですけれども、これ、突然上から言われて、ですね防衛省困ったと思いますよ、だって知らなかったんだから、大臣、大臣は令和の運び屋と、こういうふうにも本会議場でおっしゃいました、テレビに再三出演しては、ですね実際の接種は自治体次第とか、防衛省次第って言ってます。 縦割り排除というならば、率先して末端まで責任を持ってやっていただきたい、そもそも気長に待ってくださいなんて国民に言えますか、今の困難、どう思ってるんですか、私はそのことははっきり申し上げて、河野大臣に退席していいただいて結構です大規模接種センターの設営について、防衛大臣を中心にお聞きしたいと思いますが、予約サイト、きのうからスタートしましたけれども、だいぶさまざま、いろんな、なんていうんでしょうね、う話題が出てきちゃって、まあ、例えば誤った番号でも接種可能になってしまうというような不具合がそうこれ。これ 早急にです、ね、このシステム、回収する必要性が私、はあると思いますけど岸防衛大臣予約専門のウェブサイトおよび。 LINE より予約を受け,つ受け付けてお,お,おりますが、えー、予約の受付にあたって、利用者の方々に混乱が生じたというような報告は受けていないところであります適当な番号を入力したり、適当な生年月日を入力しても入っちゃうということについては、を回収するべきなんじゃないかと私は思ってるんですけども、こういったものについては早急に回収するところができるとか、どんどんしていかなきゃだめなんじゃないんでしょうか。えー、ご指摘のの件ににつつきましてては例えば市,町市区町村行動について申請のおーな情報である とということが確認できるように、対応可能な範囲でのシステム改修を実施してまいりたいと考えています東京の場合は、一、まあ、日一万人ということを聞いておりますけどまず当社は一日五千人程度ともいう報道がある、まあ、そういう中で、今までの答弁によりますと、自衛隊の医官ですね、あのお医者さんが五十名でということなんですけれども、予診、つまりあらかじめ診療するのは一人当たり二分との答弁が衆議院でもありました。 ただ、相手、ご高齢の方です、ご高齢の方の大半はやはり持病を抱えられたり、日常的に何らかの薬を服用されている方も多くございます、えー、これ、お手元、あの2ページ目だかな、予診票があるんですけども、これをまあ前もって記入していただいて、持病のお持ちの方はかかりつけ医に接種についてあらかじめご相談してくださいとされてますけれども、それでもね、2分っていうのは私、大丈夫かなと思いますよ、自衛隊員の方々でしたらば、それはきびきび、次々て言えば動くでしょうけれども、ちょっと相談がありますって言ったら、2分はすぐに10分になって さまざまなシミュレーションをいたしまして、約2分を要するというふうに想定しているところでございます。この計算通りであれば、いかん1名当たり1時間に30名の予診が実施できることになります。ただ、あのこのシミュレーションをもとに、現時点で考えている東京、大阪両会場におきまして、1日当たりの予診に当たるいかの人数を当てはめて計算した場合には、東京会場ではあの最大約1万人、大阪会場では約5000人に、ワクチンを接種できる能力を提供できると考えているところでございますが、先生ご指摘のように、これはあく まで接種可能な能力でございまして、例えばあの除予約がある方、また過去にアレルギー症状を呈した方につきましては、医管による余震の際より丁寧なやり取りが必要になるということから、あくまでも接種可能な最大値であると考えております。とっても心配です。2分なんてね、どうですかという感じがします。ええー、ちょっと時間があれなんで最後にもう一点だけ。大手町駅。これあの大臣は当然大手町よくご存知だと思うんですね。あの会社が大手町にあったから、大変に複雑な場所です。まあそういったところにですね、朝のラッシュアワー。 にお年寄りのの方が来られるっていうのは私、それだけで心配です、まして今日だってもうだいぶ蒸し暑くなってまいりました、そういう中で、本当に8時9時にですねこの時間帯、ラッシュアワーにお年寄りに電車に乗っていただいて、大手町に来ていただくっていうのは、相当なもんがある、私はねこの8時9時のラッシュアワーは、除いた方がいいと思ってるぐらいなんですね、でももう昨日から予約が始まっちゃったということを考えますと、ですねせめてね、あのお年寄りの方、結構朝早く起きられる方もいらっしゃるならば、もう始発時間ぐらいからお店、店開きの店開き っていうのかな建物も用意して、早めに来てくださいと、通勤時間は避けて、早めにいらしてくださいということで、建物の中でお待ちいただくような形もし,し,した方がいいんじゃないかなと、これ、本当に深刻な問題だと私は思っています大手町の合同調査3号館の、えー、最寄り駅であります、うん、東京メトロの竹橋駅、大手町駅、えー、から徒歩圏内となっておりまして <coughs>、交通アクセスの利便性を最大限考慮したものであります。 東京センターでは毎日二十時まで、また、 土曜日、日曜日、祝日も運営されておりまして、えー、通勤時間帯を避けた柔軟な利用が可能となるような運営、えー、時間が設定をされているところでございます。<coughs> お手持ちから会場までの間に、えー案内、案内板を設置するとか、また案内のための係員を配置する、えー、ワクチンを接種されている方が円満に円滑に移動できるような取り組みを検討しております。時間がないんでまた次あります。終わります。